はようございます。おざっす。やってきちゃったじゃん。やってきちゃいましたね。今日は待ちに待ったレイディックスカップ、はい、バーダックからも9人、はい、出るということで、すごいですね、うん、前回のジャスティスカップからだいぶジャスティスカップ3人ぐらいしか出なかったよね。だからおなじみで言うとバーダックチャンネルに出てくれたイッチーでしょ、うん、でユーマでしょ、うん、岡澤、あと元井くん、うん、がまあ YouTube に出たことあるところで言うと出るかな、はい、であとまあ4人、5人別でお客さんで出たいっていう方がいたんで、合計9名で今日はレイディックスカップ乗り込み行きたいと思います。お願いします。頼むよ、任せて。表彰台行っちゃうよ。バーダック一人はね、表彰台行きたいなと思って。俺もちょっとね、みんなのヒートコーチングやりながらこうやってカメラ回していくんで、はい、一日よろしくお願いします。お願いします。今日の目標は、今日の目標、チームバーダックとしての、まあ一人は乗ってほしいって言ったけど、はい、9人いるから5人、5人、表彰台連れてきます。5人、半分以上、うん、大丈夫ですか。いけるっしょ。いけなかったら俺じゃないでしょ、絶対俺じゃないでしょ。俺じゃない。またあのいけなかったやつら、あの岡澤と元井くんとやったあのハマトレ、ああ、うん、ハマトレメニュー、ハマトレやろっか、参戦、うん、わかりました。ハマトレやろ。じゃあちょっと俺はカメラマンでしょ。君も行かなかったらダメだよ、やらないと。ということで、はい、よろしくお願いします。今日1日密着って感じですね、うん、みんなに頑張ってもらって、はい、俺も終わったらエキシビションやるから、その時俺はサーフィンするから見せてください。よし、じゃあ1日よろしくお願いします。はい、お願いします。おはようございます。どうですか今日は。今日は、表彰台に、表彰台に立ちます。頑張ります。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。うどーす、うどーす。今日はスペシャルと A クラスだね。はい、目標はどうですか。目標は脱1コケで、脱1コケで、ね、先週の試合も1コケしたんで、ね、ポンコツみたいな点数しか出てなかったのを見てちょっと不安になったけど、まあね、試合慣れだからね。そうっすね、そうっすね。頑張っていきましょう。とりあえず爆発踏んで1回目は頑張ります。頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。おはよう、おはようございます。今日は A とスペシャルだね。はい、A とスペシャルです。どうですか。昨日ちょっとやったんですけど風強くて、今日はちょっとそれより形もいいんでガッツリ決めようと思います。じゃあ目標お願いします、はい、とりあえず A クラスはもう優勝したいと思います。おっと、 S はもうできるだけやります。頑張ります。はい、頑張ります。頑張りましょう、一緒に。ありがとうございます。よろしくお願いします。新品のワックスです。どうで買ったの。これはバーダックで買いました。おー、いいじゃん。最近ワックス買ったっけ。あの前行った時に、ああ取ってたから、はい、そうです、取ってきました。今開けました。どう、今日は C クラスだけど。そうですね、どうなんですかね C クラスって。とりあえず意気込み、意気込み、とりあえず一発目勝てるように。そうだね、はい、これはもうしっかりコーチングする。そうですね、できれば入賞を狙って。あれだよ、技いけてるから下見てちゃんと。わかりました、目線。はい、じゃあサーフィン、はい、とりあえずね、朝のサーフィン行ってらっしゃい。はい、カメラマンだ、立ち位置逆転。乗ってるボード聞いてね。これ、うん、ちょっと説明できるかモデルだけでいい。はい、ユーマンエールだね。グレムリンのエール乗ってます。ほぼ新品です。本当だよね、投げてるね。いやでもへこみないもん、へこみが。
フットマークすらあんまついてないんじゃない？臭いよ。物語ってる。バレるバレる。普段わけわかんないボードでサーフィンしてるので。頑張ってます。サーフィン。どうですか？かっこいいですよね。かっこいいじゃん。これを乗りこなせればもっとかっこいいんだけどね。ちょっと低いね、やっぱ。キメラ低い。バーダックの位置が。できる、一番目立たないとこに。失礼して撮っていこうか。岡澤くんは？僕はグレムリンですね。グレムリン。ノーマルグレムリン。ノーマルグレムリン。どうですか、調子は？調子いいです。ちなみにこれね、俺がブラシ吹いてね。そう、これ、トキ君がやってくれたやつ。かっこいいよね。そんな。いい感じだよ、ね、また次の板も。だね。お、いい位置だね。岡澤くんいい位置ですね。この目安立ってる。いや、頑張ってください。はい。新しい動画しか。いるじゃん。いやー、一番これお手本でしょ。やばい、ね、お手本でしょ。一人やばいね。これはお手本だよね。ちょっとね、板の置き方逆なんだけど。これボトム傷ついちゃうから、ね、この置き方。そうです。じゃあ元井くんはグレムリンのビッグです。ビッグだね。はい。ちょっと浮力があって乗りやすいです。バッチリだね。安定感。安定感。浮力があってちょっと乗りやすいですね。バッチリです。はい。続いてあれでも置き方100点じゃないですか。置き方100点だけどね、あれぼっきりいっちゃったからね。そうなんですよ。今レンタルで、レンタル、俺の板レンタルで、レンタルで、なんだっけな、グレムリンだった気がする。確かグレムリンですか。ノーマルグレムリンだった気がする。でもめっちゃ乗りやすいっす。自分の板で出たかったね。そうっすね。まあこれでいけるっしょ。でも大丈夫です、トキさんパワーが入ってるんで。そうだね、頑張ります。おはよう。チームバーダックで出場の山田ノア君と瀬名君です。ノアは何クラス？なんだっけ、 C クラスだっけ。 C クラスいける？今日波でかいけど、ちょっとビビってる。ビビってない。おー、頑張って。瀬名は何クラス？スペシャル。と意気込みは、まあ勝てるように頑張るし。もっと勢いよく言ってくれよ。勝てるように頑張ります。セナはあれだよね、トモくんの言ってたよね。そう。モデルはグレムリン。グレムリン。ノアは別？あれが別か。じゃあ2人とも頑張ってね。はい、カメラ回すから今日頼むよ。2つぐらい当てられるんですけどね、なかなかね、そういう波が来ないっす。おはようございます。どうサーフィンしました？大丈夫ですよ、流れあるんですよ。手付けは何クラスで？A と S でダブルエントリーしました。目標はベスト2。まあ優勝したいです。これ一般は行って乗れないよ、これ。頑張れ。いやいや、無理する。はい、あと最悪バーッと降りて、バーダック YouTube 出してくれよ、 YouTube 出してくれよ。 YouTube 撮ってるよ。やめてやめて。おはようございます。おはようございます。小林志文くんとリクト君です。おはようございます。いいっすか、撮っちゃって。はい、大丈夫です。回せるとこ回しまくってるんで、ひたすら素材集め。何の動画？ YouTube。 あー、バーだ。今日はお手伝い。はい、手伝いです。一日よろしくお願いします。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 怖いよ、怖いよ。おざす。おざすさ。おざす。ありがとうございます。おざす。すごいですね。すごいですね。朝4時からだからもうテンション上がっちゃってんだ。今一番上がってる。走ってきたもんね今ね、うん、ちょ、行くよ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 、もう行くよ。頑張って。おざす。キャミ、キャミ頑張ってね。行ってきます。よろしくお願いします。パパが1で奥が2やん。応援の絵、応援の絵。リラックス。はい、ジャンプしてジャンプ。パパが見せてくれたらとりあえず。
すげえ右からゲットして、あの白い旗の真ん前ぐらいでも先手必勝じゃないけど、うん、とにかく乗って、うん、あの来たらみんな乗んないから、うん、マジで乗って負けるより乗んないで、あ乗って負けるより乗んないで負ける方が多分悔しいから、同じ負けだったら乗った方が結構もう右でいい、超右からでいい、いってらっしゃい。ナイス1位、よっしゃー、あざーす、1位脱出、よかったっす、決めた、いい感じ、あれあれあれよ、あれだね、ありがとう、5点と4点だから、おーバッチリ、コーチングありがとうございました、スーパーバッチリ、あの感じで OK です、いきましょう、お願いします。次も頑張ります。頑張れ。ナイス。ナイス。穴掘り。バカタレが手伝いに来ねえな。バカタレ？バカタレが。バカタレ。バカタレは誰ですか？テントでなんか一丁前に休んでない？一人。俺が穴掘ってるっつのには。後で伝え。後で見に行こう。今日コンディションどうですか？結構ハードだね。これ作戦、作戦が大事だよ。俺の作戦聞いてくれれば勝てるよ。お、バーダックメンバー岡澤くん YouTube に出た、1位通過しましたね。完璧だった、あれ彼はね、完璧な試合運びしてくれたね。頑張ってますね。そんなでしょ。マジ疲れっから。やる？超疲れるよこれ。いいよ足。こういうのやんねえかんな。いっちゃらいっちゃら時の下僕、下僕なんか絵になるな。気が合いまって。俺のおかげで旗が立った、はい、よし、OK、 なんで俺が動いてんだよ、おめえテントで休んでんだよ。スコップあれ持ってきてつけてます。あれですか？おそらく俺だと思うんですよ。あれ1個だよ。でもあれボロいです。おい、言い訳すんな。あとあれ。あれも俺らの。あれあれか。うん。そう、これと。ですよね、新しいよ。1時以上こうやって言い訳してますよ。おい。舐めてんのな。すいません。チェコシ。イエーイ。いけました？だって7点出したよ。マジっすか、うん、いや何もできんかったって思って、いやよかった。何本乗った？5本ぐらい乗ったんですけど。こっちだったんだね。そうなんですよ。でバックサイド1本カービング入って、うん、これつくかなって思って、うん、で最後一発当てたんですけど、うん、あれがインコンプリートだったかどうかって感じですね。なるほどね。カービングがいいの入ったけどこけちゃったっす。あだってあれ言います、あれスコアが抜けちゃったけど 7点出てた。よかった、俺絶対負けたと思ったっす。あらっす、ナイス出番じゃね。やばい、緊張してんの？もしかして鬼緊張、あとコンディションが。それではスタートしていきましょう。5、4、3、2、1セーブ2本になります。セーブ2本。
それでは、B クラスのラウンドは第5ヒート、第10ヒートがスタートになりました。この後はデビジョン変わりまして C クラスのラウンド1の第1ヒートの第3ヒートを行われます。それでは B クラスのラウンド1第5ヒート新鮮これがユニフォーム着んの。ああもうゼッケンのことユニフォームって言っちゃってる時点でブルー黒畑吉弘選手こちらや対戦相手はなんと某人気ラーメン店オーナーヒューヒュー湯切りだぜヒューヒュー一番 YouTuber 一番 YouTuber この2人が戦いますこれもっとあっち行ったよ。まあ行ってもいいと思う。自信なければ。自信はない。このスパン、こっからあっちに行くまでの間にどれぐらい流されるかだから。ああ。この辺に？どう思う？いや全然この辺でいいと思うけど。まあさすがにやりすぎやあっちは。小島さんやりすぎ？いや。どっちでも。今別にやっぱりポイント。うんメイン。小島さんもだよこの辺からでいいっすよ。ああ十分だと思う。頑張れ頑張ってこい。あれが上がるんでしょ。さああれが黄色になったらここまで来ていいの。サイズラウンド1勝利したお二人じゃないですか。イエス早めでよかった。いやナイスマジで早めでよかった。この波だとちょっときつい。二人ともバッチリで。ありがとうございます。俺の言う通り。やったかいかった。師匠のおかげです。バンバン乗りまくらんとなんですね。最初引いてたら。とりあえずユーマに期待するしかない。ね。その後、イチさん。あのポンコツが出てくるから。我らがポンコツが出てくる。この二人ね、立ってくれたら勢いつくよ、またワーダック。やっぱチーム員が勝つと、チームの士気が上がるから、ね、盛り上がるからね、うん、2人勝てばみんな立ち上がってますからね。タツキ以外ね。ああ、そうタツキはまあ永遠と言うから俺ノーライドタツキちょっと厳しかったからタツキは。まあスペシャル意気込んでるからそこっちで勝ってくれればいや応援しましょう。はいブルー戸田康則選手行ってこい。はい、行ってきます。とりあえず流されてくる。とりあえず乗って。はい乗んなきゃ試合になんないから。わかりました。とりあえず乗って。でもっと白旗の向こうね。はいで、本当に恥かいてもいいから、スープライディングでもいいから、はい乗んないと点数つかないから。わかりました。じゃあはい、行ってきます。第2位と選手はスタンバイお願いします。イエローフラッグよう頑張った。お疲れお疲れ。頑張ったね。負けた。でもきつかったね。死ぬかと思った。いやでも良かったよ。良かった。うん全然文句ない。チャレンジしてたし、うん、全く文句ない。ぶち刺さって死ぬかと思った。あれ1本目やばかったよね。結構やばかった。あれメイクしてれば多分1位で上がりっす。うん間違いない、うん、2本目は良かった。2本目だって 2.17 もう1本欲しかったそれが、うん、あともう1本出せればチャンスあったかもしれない。2番で。いやでも起き出てたし良、うん、かったよ。気合いの、うん、最高最高。お疲れ様でした。ありがとうございます。カメラマンあとお願いします。今年も一コケ。今年も試合ないから。確かに。ありがとうございました。お疲れ様でした。いやあとカメラマンお願いします。はい膝痛いし。負けたらだって一眼出てくるっつったもんね。いやもう無理無理無理。お願いしますね。はいお疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。いやー覚醒してたらね。覚醒してた。1位通過ですよ。あ、マジですか。うん。いやー俺途中コンタクト取れちゃって波全然見えなくて。ちょっと1本目がヤバかった。1本目ヤバかった。ヤバかった。6点何ぐらい。マジ、うん、おー結構キワキワのところ行ったつもりだったけどそんな出たんだ。そうよかったよかった。 S クラスヒット。とりあえず1位通過。あざす。おめでとうございます。マジコンタクトどうしよう。あざす。
携帯はスペシャルクラスの第4ヒート、第8ヒートが進行中。じゃあ、ゼッケン返してきちゃってください。続いてはグラウンドマスターの第4ヒートがスタート。お疲れ様です。いけたっすか？やばいっす。2位、ラスト30秒で、この最後の1本が大逆転。絶対決めると思ってバーンいただきました。ありがとうございます。いやー、よかった。いや、これやらない絶対怒られると思って徳さんに何やってんだお前って言われてよかった。あれ、いいあれ、最後締めれたよ。最後の乗ったと思って、いや俺絶対やばいと思った。見てて超楽しかったっす。あ、ほんですか。よかったっす。おめでとうございます。ありがとうございます。次も頑張ってください。ありがとうございます。よし、頑張って。頑張れ二人とも。あー、やべえ、どんどん減ってってる。バーダックがあとは彼らに託しますか。それではスタートします。彼らダークホースがいます。ダークホース。期待してない、期待してない期待してない。ダメダメ。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、見事いた1位通過。あざーす。おはようございます。ちょっと波がなくて、あっちとこっち全然違うんですよ。大変そうだったこっち。もうなんか波見つけるのに一苦労で、見つけたもん勝ちみたいな感じでした。いや、もうさすがっす。ありがとうございます。なんとか次岡澤君と対戦するんです。あっしゃー、負けません。彼も1位通過したんで負けません9点叩き出してたんで。さすが違いますね。お疲れです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。見事1位通過です、はい、あざーす。あざーす。今大会ハイスコア出ました。マジ9点出ました。ガチやったあのフローター。うん、いやあれね、相当感触良かったもんいやー嬉しい。次は元井君と対戦なんで。あ、ガチ2人とも1位2位通過で。あざーす、あざーす。お疲れ様です。ありがとうございました。広畑義弘選手越谷 A クラスラウンド2、ブルー白鳥恭平選手さくら、そして B ポイント第4ヒート、第4ヒートゼッケンレッド1位で見事勝ち上がりました。ホワイト高木選手です。ガバチョ選手さくら、イエロー9点やばかったっすね。選手さくら、やばかったっすね。やっぱ狙ってたんすか。水島よりさも選手さくら、この4名で B クラスラウンド2第1ヒート、第4ヒートが行われてます。本当っすか。スプレードーン飛んでて、映像はないですけど、やばいサーフィンしました。ちょっとカメラマンが今日一眼レフなんか忘れたって言ってたんで、うん、終わってるっす。ちょっとファイナルは持ってきてもらおうかなと。あー確かに、流してファイナル行ったら持ってくるから確かに、うん、元井くん曲がったからね。ねえ、いやヒヤヒヤですね。無事2人とも1位で上がりました、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。次はここ直接対決なんで、そうだ、どうにかねワンツーでアップできるように。押したら熱いね。熱い。2人ともワンツーはでかい。え、モテ君が2位で上がったの。1位なんですけど、でも他乗ってなかったんで。ああ、あっち難しいです。なるほどね。じゃあどっちにしろ1位1位5当たるのか。1位1位5。なるほどね。そうそうそう。じゃあ、そうだね、しょうがない。そこは A ポイントレッド駒形選手、頑張りましょう。 A ポイントレッド駒形選手、ついに直接対決の直接対決時間が来ましたね。頑張ります、ね、A クラスのヒートウォーターファイナル、ウォーターファイナル、ワンツーフィニッシュで、はい、頑張ります。ワンツーフィニッシュ、ね、頑張ってください。そしたらまた多分ヒート別になるから、お願いします頑張ります。応援してます。お願いします。やられた。今のは出ちゃうよ。だってさ、いい波乗ってんのに何やってんのって感じ。あ、元井くん2位上がってる。あ、元井くん 5.17。 頼む、マジで。あ、7.33。 ナンバー、お、いけ岡田、いけ何点必要？結構必要。残り時間1分。あれ9点でした。青が乗んなければ、青が乗んなければ。今何位？今ね、そう、元井くんがね2位なの。多分
1位は越せないから30秒いやダメだな、ね、3.33 だ3.20秒5、4、3、2、1とりあえず元井くんが上がった岡崎くん散りましたダメお疲れダメだった残念です A クラス散りましたS クラス頑張ってきてくださいおめでとうメインバンクだからこっちこっちあれだ同じ次もすぐなんであれいっぱい乗ってもうちょい手前で待っていいはいあのみんなすげえ待っちゃってるから OK です一発で点出るから、はい、こっちのジャッジ了解ですおめでとうございます来ました行っていいのね大丈夫です2位通過じゃあすぐ S クラスまた行ってきますありがとうございます頑張ってくださいありがとうございます疲れた すげえ走ったんだけど今いやー A クラスはセミに1人とりあえず残ってちょっと1人負けちゃって次2人ともスペシャルの2回戦かちょっと頑張ってもらいましょ う、ね、本当に表彰台マジであ弱くなってきたあうん立ち込めてきたそろそろあそこでドキドキしてるやつが顔がさ、顔がなんかドキドキしてんだよね頼む頼む、マジで奇跡の 1.57 でスペシャルスペシャルクラス、ラウンド2通過マジでお願い本当にお願い乗ってくれ、一本乗ってくれ、まともなのお願いだから乗ってくれ頼む、頼む、マジで頼む、マジで頼むやべ、すげえ腹痛いやでもあと4分あるからね乗っちゃったよこっちの黄色っすあ、お母さんの方ねえお母さんの方の黄色ってことそうえ、結構やばくねやばいでも、1位が 2.5 だからもう1本乗れば勝てんだよマジ、なんでだから乗れっつってんのにさバカなんだよ、本当に言ってることやんねんだもん残り時間5分、残り時間5分です次の移動選手はパドルアウトお願いしますそう、ブラブラ乗れっつってんのにさほらほら、もうさアホすぎない、マジで乗れよ点数もらえるんだからいけ当てろ、当てろ、決めてくれ決めろ、決めろ、決めろ熱いよし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 お母さんあれはよしよしよしオッケー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 今ヒートベストでしょ、どう考えても絶対ああ怖えナイスナイスでもナイス頼むマジ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 頼む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 ビーチサークル富樫参加の方は本部テープ岡田乗ったいけ決めろあダメだ乗れなそう青カウントダウン乗れなそう乗れなそう5、4、3、2、1よし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 よでもまだ A があるからね元井くん A があるから元井くん A 行ってもらって岡田スペシャル行ってもらってうおでどっちも決勝どっちも決勝あ岡田くん2位ですねコンプリートしたうんコンプリートどうだろうまだ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 これが完了になったら完了になったら終了だなよしそれではスタートします上がりました5、4、3、2、1あぶねーよかったよくやったあ、勝ったよっしゃよかったよしよしよしいやマジでちょっと不安だったわ乗れもっといや、波来なかったんだよねじゃあ手前に行くんだよ波乗れないと思うな
リオトだから。おめでとう。決勝行こうぜ、マジで。モテクは無事負けました。え、無事負けた。負けた。無事。モテクは A クラス残ってっから。怒られてました。ドハードヒートで、あのコンビネーション。サンダル飛ばし大会。お疲れ様です。あとは A クラス。A ですね。A 頑張ります。ちょっと頑張ってください。はい。S クラスはちょっと難しかったですね。ちょっと何本も一本も乗れなかったです。頑張ります。ありがとうございます。と。意気込みは？意気込みは決勝行きます。ファイナル。アナウンスした。アナウンス。決勝は？決勝は決勝じゃないです。次セミファイナル。セミファイナルはどういう意気込みで行きますか？まあ最初の狙いはアウトで一本乗れれば。もうダメだったら手前の。とりあえず起きれよう。はい。頑張って。うん。さっきの反省して。頑張ります。勝てば。決勝、勝てば決勝。頑張ってください。頑張ります。お疲れ様です。お疲れ様です。いっちくん。はい。ファイナル出場おめでとう。何位ですか。2位。あ、本当ですか。よかったね。何色が1位ですか。赤の子。赤ですか。うん。いや、結構手応えあったっすけどね。毎回謎にパッポーズしてる。アピールっす。めっちゃアピールしました。いや、よかったよ。よかったっすか、うん、いや、結構手応えはあったんですよ。よかった、よかった。イエーイ。ガッツポーズ以外はね。ガッツポーズダメっすか。おめでとう。バーダック一人目のファイナル、ファイナル。イエーイ。頑張ってください。はい、頑張ります。一宮方面行かないでくださいね。決勝おめでとうございます。嫌いです。マジで不甲斐ないっす。A ポイントは右に行かないでください。本当にあれで決勝かっていうライディングでしたけど、次は頑張ります。決勝で見せてください。ありがとうございます。ちなみに一原俊君も上がりました。え、浮いた。意地上がりました。ナイス。結構熱い試合かましました。ナイス。乗るたんびガッツ押し。いいっすね。じゃあ次も頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。バーダック決勝2人目ですね。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ。決勝。残り時間5分。残り時間5分。2名決勝に上がりました。マジで？次のヒートの選手はパドルアウト。やった！次のヒートの選手はパドルアウト。やった！熱い！あと岡澤。あと岡澤。今やってんの？まあもう次。次？次？いやー見したかった。乗るたびガッツオブしてた本気で。うわっ！めっちゃすごい。Yes。頑張ってよ。はい、優勝頑張ります。優勝、優勝。さっきのやつやってよ。やったらガッツポーズ。ガッツポーズ了解っす。来た。おい、じゃあ一中頑張って頑張ります。けどね、うまかったよね。うん、ちょっとあれがさっきみたいなインパクトだったら多分出てたけど、やっぱ A クラスと違うから、うん、もう崩れたところに決めちゃってたから、うん、いやー悔しい。お疲れ。赤がうまかった。赤うまかったね。一発結構いいバックサイド入ってたよね。いやマジで探すのがうますぎた、うん、波うまかった。めっちゃうまかった。そこだね。うん、惜しかったね。いやでも頑張ったよ。あとはイッチーとモトイ君を応援しましょう。モトイ君勝った。いや、今勝って、今決勝に向かって向かった。次決勝。お疲れ様。はい、お疲れ様でした。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 決勝前にゴミ拾い。ゴミ拾いですね。シュエマさん得意のビーチクリーン常連のバーダックで一番ゴミ拾いしてると思う。うん、君が。どこへ。理由に今逃げようとしてる。すいません。よろしくお願いします。お願いします。すいません。すいません。すいません。落ち込まないよ。落ち込まないよ。彼厳しいな。覚えとけよ。決勝が始まりましたね。始まったね。決勝見ながら穴掘り。誰か一人優勝できたらいいね。でももう二人が表彰台っていうのは万々歳なんじゃないですか。確かに。これは嬉しい。もっと言ってほしかったけどな。
どう？今、イッチが2リワモトイ君が4位ですね。モトイ君4番まで落ちちゃった。でもモトイ君、今までブザビートでしょ。そうだね、最後まで集中してるよ。でも結構厳しい。え、そうで、これコンビコンボ、コンボって無理だよ、2本揃えないと無理だ。ダメだ、1分でコンビネーションは無理だ。いや、わからない、まだわからないよ。上陸がある、全然上陸があるからね。イッチーさんの練習量は俺見てるから。あ、イッチーはね、いける、やってみるの。ああ、もう一人いる、もう一人いる、もう一人勝ってる。あ、なるほどなるほどなるほど。バードッカすごいじゃないですか。9分の2、右と左でファイナル。じゃあノアも入れたら9分の3だ。3分の1ファイナル。じゃあ誰かが優勝する可能性もある、あるっていうことだ。でもここのここで終了だから、まだ、あ、ここでこれファイナルで、やばいよ。5、4、3、2、1、終わりました。大健闘だったんじゃないですか。いや、頑張った、うん、頑張った頑張った。市原くんが2、元井くんが、5位フィニッシュですね。頑張りました。いや、頑張った。喜ばしいよ、2人も、チームバーで2人もファイナル行って、ジャスティスカップ振り返ってみろよ。全員1コケか2コケ。最後まで楽しめた。今日はね、ほんとそう、今回は最後まで楽しめた。これあるぞ、次全クラスファイナル。それではお疲れ様です。着替えてどうしたんですか。エキシビジョン行ってきます。お前ら見てろと、これがサーフィンだろ。そう、見せてやるよ。サーフィンお願いします。え、沖に乗れてんの。じゃあ頑張ってきてください。行ってきます。疲れてカメラが疲れてきた。俺もちょっと顔がね、あんま会話が入ってこない。超良かったよあれ。言うよ。うまかったな。第38回レディスカップ C クラス優勝はゼッケンレッド伊藤龍選手。さあ、伊藤龍選手は、伊藤克典プロのご一つになります。第2位がホワイトの市原修選手です。ちょっと流れとかいろいろありましたけど、まあ、終わってよかったです。まあ、次につながるように、今回の反省点、上の方でもしっかりこう、皆さんやっていきたいと思いますんで、まあ、今後ともよろしくお願いします。本当に皆さん、本日は一日ありがとうございました。ファイナリストが出まして、おめでとうございます。おなじみのイッチーくんと以前動画に出てくれた元井くんファイナリストになりました。その他のみんなも、参加してくれたみんなも、まあ映ってない人もいるけど、みんな頑張ってたんで、次また大会あったら頑張りましょう、このメンバーで。次はね、みんな表彰台目指して頑張っていきましょう。
じゃあ一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。